十何段ぐらいあるんだけどさ超疲れたんだよね <laughs> 階段十何段しか回ってないのにめっちゃ疲れた

全く聞いてないってことはってことは録画か OK <laughs> みんなに聞いてから判断するっていうってことは今からのは録画だからまだ言ったらダメなのか OK でもさ8時からリハがあるんですよ 8時からリハがあるから50分くらいに終わんないといけないんですよでもその連絡昨日来て <laughs> 昨日来たんですよ「明日あります」ってびっくりこんばんはこんばんはそうだから何のリハ 今からあるやつのでもみんなが聞いてないってことはそれは、はい、今日あの生配信ではないってことだから何の何、ね、も聞いてないんだよね <laughs> 適当やなほんまに少しの配信無嬉しいありがとう最近急がいいほんまにそれなほんまにそれな ーズナブロで完成ラズスケスケばかりのイミテーション今日さなんか友達がなんかマスク買いたいからあのあの薬局ついてきてみたいなでさ2時ぐらいまで布団にいたのよ2時ぐらいまでずっとお布団にいて2時に友達から電話かかってきて「マスクと買いたいから焼局ついてきて」って言われて。 まだ布団だから30分待ってっつってあの、メイクしてお風呂は入ってて風呂は入って布団でゴロゴロしてたんですけどメイクしてで髪の毛乾かしてさーってで薬局行ったんですよ薬局行ってその友達がなんか髪黒染めしたいからあの、染めるやつも買いたいんだけどさ白いないからドンキついてきてって言われてドンキ行ったんですよでもひなさん 地元だからいいかなと思ってさこのパーカーに短パンで行ってたんですよ <laughs> このパーカーがね割と丈長いんですよであのワン間違えた薬局短パンで行ってたから寒かったのねだから薬局だったらまジ徒歩1分なんだけどドンキー8分くらい8分6分6分くらい歩くからちょっと長ズボンにしてくるわって言ってこのねグレーのね長ズボンをね履いて 行ったのよ行ったんだけどさそしたらさなんか友達からの別のね友達から電話かかってきて「今中学校いるんだけどさなんか昨日会えてない先生に会えたんだけど来る?」って言われて「誰おるん?」って聞いたら割とメンバーいて割とメンバーいて「あー行きたいんだけどボクちんはパジャマみたいな格好なんだよね」みたいな。<laughs> パジャマみたいな格好なんだよねともかっこんだなと思いながらでもその先生会うの最後だからその転任しちゃうからだからああじゃあ行くわって言ってあのしかもさ学校って靴脱いでスリッパ履かなあかんのんですけどあの靴下のさ左右違ったんだよ <laughs> 右がねポーキーで 左がハリネズミの靴下履いてってたのねあの <laughs> そう履いてて,ってたからさもう超恥ずかしかったよね爆笑しながら一人でスリッパ履いてたもんだってで久々に会った子たちとかもいて昨日はね女の子だけだったんですけど今日はね割と痛いですメンツがそれで先生にご挨拶してなんかみんなでお話しして で帰ってきたあのさ靴下さ見えないから何でもいいなって思っちゃわないよねちょっと気をつかなきゃ何でもいいなと思って適当につかんだやつ履くんだよね <laughs> <laughs> うん何でもいいなと思っちゃうんよ だから今日も適当につかんだやつ履いてったらまさかのスリッパ履かなあかんくて全部同じやつ買うといい確かにナイスアイデアじゃんそれリップは履くない今日メイク濃いからさリップはくなると似合わないんだよね お姉様のおうせのままにでその後なんかなんだっけ中学校行って「あの先、ー、生ありがとうございました」って言って久々になんかみんなに会うって。 行く,行くみたいな「今から焼き肉行く?」ってなったんだけど「ごめん配信あるわ」つっ,って帰ってきた <laughs> ごめん今日しかも今日夜からねあれあのリモートがあるから「ごめん行くや無理だわ」っつって,ってあ二26日にアンロケあります26日の何時だろう朝か昼か夜にアンロケがあるのでぜひご覧ください 夜の 22, 22時からだってみんな22時かららしいです <laughs> お前が知らんのかいって話したんですけど22時からだそうです矢野ちゃんは果たして何をするのでしょうか楽しみですねこんばんはこんばんは予約してある素晴らしい やっぱ仕事早いねみんな素晴らしいねどうこんばんはだからとりあえず47分になったら言ってくださいあの、ね、47分になったらあのー、言ってそしたらランキング発表とキャッチフレーズしてバイバイする こんばんはアンロキは CS テレ朝だそうですぜひぜひご覧くださいリーズナブルで完成グッズ受け付けばかりのイミテーション あいつになりたくてもがいてもそこなし沼のように沈んでくよいとこにそっくりで最近しあん親近感親近感を分けますいとこもしかしていとこ <laughs> もしかしていとこですか私はいとこは高に一人大学一年生二年生一人 ですいとこはそれだけかな、うん、あもしかしていとこかもしれんねオンライン話し会の申し込み始まったオンライン話し会やるのお部屋の <laughs> 聞いてない聞いてないいつですかオンラインお話し会 みんなみんなヘアのオンラインワークしかやったですか <laughs>？それはちょっと告知さなんかは三三十三十？四月二十九四月二十九？ Okay、4月29だってみんな <laughs> 4月29日だそうです了解です後でツイッター書いておく30の昼2日があるの部屋のガチ293030の昼だけ十九だけ みんなすごいねよく知ってるね尊敬しちゃうなんで知るのそういうのって <laughs> 後で自分でも確認する分かった分かった,かった頑張るあのこの前さ危なかったのはさこの前あの日曜日に結構夜にあのリモート会議あるの忘れててママに「 今日会議じゃなかった。言われて。三十。三十か。どのように、なのに、み来るんですか。うん、来ないよ。気が向いたら、確認したねわかった。三十だって。三十の南部ですか。<laughs> なんでみんな知ってんの。そんなに。すごいじゃん。 部屋の予想は123部だと思う一部はぜ一部から絶対あるのよお部屋の4部と5部あ全然違うでかい <laughs> 1ミリもかぶってなかったわ123言うて4部と5部だって30日の 四五部です。です。何話す。考えとこう、みんな、何話すか。オンライン握手会てね、割とブチって切れるから。<laughs> ガチで、バイバイっていう暇もなく、割とブチって切れちゃうから。 でも4月の20違う4月の30だったらあれだよね10日3前だよね10日3前だよか夕方でもいいな1時半から15時20分1時半から15時20分だってさ <laughs> 30か4月へえ30なんだ あ30なんだうんまあまあそっかいいのか別に制服でもいい制服がいいどうしよっかな何がいいかな春服でもいいけど 平日の金曜ん平日なのへえー、そうなんや不思議な日にあるんだね不思議な日にあるのね4部がサイン会で5部がワンショット写真会あなるほどなるほどなるほど了解しました とりあえずだからツイッターに書くのは4月30日の4分と5分にオンライン握手会があります待ってますっていうのを書けばいいんだよね <laughs> あ。ああそうあゴールデンウィークなんやそういうことかあ48分だってみんなということでランキング発表したいと思います。

ありがとうございます笑顔と元気を届けます広島県から来ました17歳のんのこと熊本ひらりですよろしくお願いしますはいということでちょっとしかできなかったんだけど明日は割とできるかな何もなかったら急に入んなかったら多分できると思いますそれではねお仕事頑張ってきますバイバーイ3210アデューバイバーイ